めてみる。スキルチャンスだ。やらせない。バカアイス、覚悟しなさい。ナイス。分かった、頼んだ。了解。止めてみる。スキルチャンスだ。これでと行くよ。一緒に攻撃だよ。行くぞ、頼んだ。了解。行くよ。
フィリア、このフィールドは一体何なんだ？階層も表示されないし。ここはホローエリアと呼ばれているらしいわ。ホローエリア？あんたはどうやってここに来たのか覚えている？ダンジョン探索中、光に包まれたと思ったら突然このフィールドに転送されたんだ。回廊結晶のコリドーに似ていた気がする。突然転送されたか。だったら私とほとんど同じ。ただ違うのは、その手に浮かんでいる文様、フィリオにはないんだな。ええ、というかここでそんな文様があるプレイヤーなんて見たことない。え、ここにはフィリア以外にもプレイヤーがいるのか？ええ、でも少しおかしなところがあるというか。おかしなところ？説明が難しいの。実際に会って確かめた方がいい。わかった、そうしよう。で、俺たちが今向かっているのはどこなんだ？あそこに見えるでしょ？ああ、あの球体か。中に入ったことはあるのか？いいえ、入れないの。でも、あんたがいれば入れる気がする。その文様と同じものが描かれていたから。文様が浮かんできたのはスカルリーパーを倒したことがきっかけのようだけど。でも私には文様が出なかった。あんたの取っているスキルに関係があるんじゃない？こんなことが起きるスキルなんて聞いたことがないぞ。規定の時間に達しました。これより適性テストを開始します。いきなり何？なんだこのアナウンス。規定の時間？適性テスト？おい、フィリア、これは一体何だ？私に聞かれても困る。適性テストとか言ってたよな。私も確かにそう聞こえた。なんだか知らないけど、面白いじゃないか。ここを突破してテストに合格すればいいんだろ。あんた、こんな時によくそんな前向きになれるわね。この状況でテストとやらを回避できると思うか？それに未知のフィールドにはやっぱりワクワクしちゃうんだよな。どうやらお人よしじゃなくてバカの方だったみたい。
私はずっと悩んでいたのに。ん？なんか言ったか？なんでも。とはいえ、俺はこのエリアについて何の情報も持っていない。フィリア、とりあえず周辺エリアで今まで戦った敵のデータを全部くれないか。それと状態異常やトラップなんかの傾向も。分かったから、一度にいろいろ聞かないで分かんなくなる。